カンドセット始めます。なんというかこう一回休むともう一回スタートするのが辛い年齢になってきてますので、僕とノブちゃんは頑張りたいなと思います。そして、ここでメンバー紹介したいと思います。まあ、最初なんでね、皆さん知らない人もいると思いますのでメンバー一人ずつ紹介したいと思います。一応うちの、このバンドスタンスタンのリーダーです。リーダー中村由美サックス西尾からやってまいりました。そして、なんというか普段は歴史を教えている、高校の社会の先生なんですね。そんな彼はイケメンキーボーディストです。そしてそこをおーとか言ってほしかったです。キーボードでね、イケメンです。ありがとうございます。いいあのですね、ありがとうございました。高畑博明、そして、20代でもいまだに15の夜みたいなことやってます。いや、わかんないですけど、ちょっとこう、ね、もう盗んだバイクで走ってないと思いますが、そんなわけで、もうまだ青春真っ只中、すごい、もう君だけ電力をいっぱい使ってるね。素晴らしいと思います。ギター、小金井坂映像。そして僕はすごく仲良くさせてもらってて、いつも そうですか、電力いっぱい使ってますね。君だけじゃあこの電力分ギャラ引きときます。もう本当僕は彼と出会ってたくさん一緒に音楽やってて、ずっと彼も昔から、実は製造君と同じぐらいの時から知り合いで、いつか一緒にやりたいなと思ってて、ずっとなかなかやれなくても、そんな感じで片思い同士で10年、そんな10年以上ですね、10年以上一緒に、やることなく、違うところでずっと音楽やったんですけど、同じ名古屋なんですが、すごくこう一緒にやれるようになって、感謝します。ドラムス片桐信和。そして私石垣敦でお送りします、スタンスタンです。最初の曲は僕が作った曲なんですが、僕はこの本郷出身です。本郷出身で、ここら辺、ここ思いっきり学本郷小学校、藤森中学ね。で、本郷小学校のすぐそこの本郷駅のところら辺で、ペプシコーラ飲んどるの、近所のおばさんに怒られた。ココストアがまだマルキアっていう名前の酒屋だった時に、ペプシコーラ飲んで怒られ、なんかこうチクられたんですね、なんか買い食いしとるぞあいつみたいな感じで、怒られたのが記憶にありますが、そんな時から僕は鼻血が止まりません。ずっと常に鼻血が出る、のです。はい、左側ばっかりから鼻血出るんです。それが、治らないんですが、そんな鼻血という曲を作ってみました。鼻血。
Thank you.
日本と、アメリカ、いろいろ今日たくさん腐るほど聞いたんですけど、でもさらに、聞けたらなと思うんですけど、もうライブハウスとかもね、向こうはバーボンストリートって通りにたくさんライブハウスがあるって聞いたんですけど、本当にそんなにたくさんあるんですか？ありますね。もうね、歩くとこう、こっちからロックが聞こえて、ジャズが聞こえて、ブルースが聞こえてっていう、
もうね、すごい。あ、聞こえると防音全くしない。全くしてないです。すごいですね、やっぱりアメリカ。オープンなんで。オープン。ドアまで開いちゃってるぐらい。いや、もうドアないです。あ、ね、テーブルするともう開けっぱなし、全部。開けっぱなしです。すごいですね。でね、あの騒音で、なんか近隣住民が訴訟を起こして、裁判になったんですけど、見事に負けました、住民が。住民が負けました。そんなところにね、すぐ、あの、大体あれなんですよ。あの、他の地区から来たやつらがそこら辺に住んで、うん、実際住んでみたら、あれこんなにうるさくなんか思わなかったっつって訴訟を起こすから、負けちゃいますよね、やっぱり。あと、これはマフィアが、バンゴスリートは、あの、しっとり仕切ってるんで、ヤクザにはかなわないと。なるほど。いや、うちヤンキーも多いですからね。ああ、怖い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 。いや、僕ね、あとで蹴られる。そうですか、まあ、こんな感じで、やっぱり、まあ、どこの世界も勝ち負けがあるってことですね、やっぱり。そうですね。そうですね。そうですね。やっぱアメリカ行っても、そういう勝ち負けが。そうです。アメリカ特にですかね。勝った負けたのも、毎日そう。毎日。どうですか、日本戻ってきて楽しいですか。うんね、日本は本当に素晴らしい国で、大好きです。あの、日本人は本当に皆さんも日本人で、僕も日本人で良かったなと本当に思います。うん、日本は最高です。なんで向こう行ったんですか。帰ろうかね。本当にあの向こうに行くって聞いた時にね、あのすごく頑張ってほしいなって思ったんですけど、でもあの実際本当にすごい結果残して、あのこっちにいろいろあのことを感じてくれるようになって、あの今日こういう機会があって本当に嬉しいなと思う。またこれからも3年後また、そうですね、ビザ更新のたんびに、3年後にまた、ビザ更新のたんびに、じゃあ帰ってくるたんびに僕らはライブするってことで、そういうお願いできますね。そうですかね、そんな感じで。ね、僕らちゃんとスタンスタン3年続けましょうね。頑張ってね、あのそれまでにはあの製造君が入ってきてもなんかこう10万円ぐらいとか10万とか20万ぐらい払えるぐらい、彼の電気代も今ままならないんでちょっとね、製造君あとで1万円貸したいよね。本当にそれぐらいのねバンドにできて、あの大きくしたいと思いますが、よろしくお願いします。じゃあ、パンジー行きたいと思います。
Thank you.
ンキーだけにやっぱり喧嘩を売るっていうね、さすがだなと思います。今、まあ、どっちが勝った、結局はなんか殴り合ってお互いなんか握手して、お前強いなみたいな感じでこう友達になった感じですかね、今の感じはね。どうですかね。あ、強かった強かった、あ、強かったです。やっぱりいろいろ聞きました、パンチ。いや、もう結構聞いてる感じで、やっぱりね、なんかこうじわじわ来る感じですね。確かにね、もういい感じでした。じゃあここでまた、ゲスト2を紹介したいと思います。ゲスト2は本当にね、もう僕のためにいろんな問題が出るんですけど、これもまた、彼がハードロックではなくニューオリンズパンクを、歌ってくれるということで、チョイスした曲です。まず紹介したいと思います、松田大二郎。Thank you.
締めていただきましょう。そうですね、スタンスさんに。そうです、はい、今日はね、スタンスさんナイトなんでね。あ、そうですね。そうですよ、そう、スタンスさんナイトね、楽しんでってもらえましたでしょうかね。これでセカンドセット終わりなんでね、最後までね、あの、心いっぱい楽しんで帰ってください。じゃあ最後はスタンスさんにお願いしましょう。ラスト、ハープロック。
コール曲を一番練習しました。アンコール曲が、アンコールなかったらどうしようと思いました。嬉しいですね、いっぱい練習したね。最初の曲はちょっとみんなこうゆるーくやりたいんですけど、ゆるーくやりましょうね。それには今日のゲストも呼びたいと思います。ギター、しながせぞー。そしてボーカル、松田大二郎。またプロお願いしましたね。昔徳造でライブした時に森田さん、徳造森田さんがこれやろうぜって言って、知らなかったんです僕。知らなくて、そんなもん知らねえことはやろうとか言われて、お前アメリカから来たんだろうとか言われて、いやアメリカでもいろいろあってとか言って、オタク抜かすんじゃねえとか言われて、知らねえのかバカ野郎とか、バカ野郎と10回ぐらい言われて、そんな、すごくその時にこの野郎と思ったんですけど、でもなんか実は一緒に楽しく やれたんですね。バカ野郎って言われながらもなんかすごい楽しかったんで、ぜひこれ実はニューオリンズで、これもう本当にトラディショナルにみんなやってますよね。そうですね、結構やってますよね。これ、うん、ドクタージョンという人の曲で、アイコアイコという曲をやりたいと思います。もう本当ね、イコイコって書いてあるんですよね。ローマ字だとイコイコ、アイコアイコ。じゃあ、アイコアイコやりたいと思います。What do you say? I say, Jagamore, Vinande. What do you say? I say, Jagamore.
いやスタンスダンライトね、楽しんでいただけましたか。こういう時はなんて聞こえますか、ね、How do you feel って聞こえますかね。どんな感じって聞く時はなんて聞けますか。かっこいい、なんかかっこいい、かっこいい。How are you feeling? 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 Feeling good? Are you feeling good? Are you feeling good? Feeling good?
フロムスターさん、皆さん映像オン、おほいえ、おほいえ、あ、うん、お、あ、うん、楽しんでいただけないでしょうかね。こういうのをスターさんないと。楽しんでくれたよーって人、じゃあメンバー紹介続けちゃおうかね。オンキーボード、メサ、バタケそして、オン、ベース、我らが耐えれるお父さん